お金を盗まれたのが私でよかったと言える人。すでに述べた通り、私には障害を持った子供が一人いますが、その関係で障害児を持つ親同士の付き合いがあちこちにあります。以前、ある障害児を持つ家に空き巣が入ったことがありました。たまたま財布に30万円入っていて、その30万円を盗まれたのだそうです。大変でしたね、と多くの方がその方に同情したのですが、その方は笑顔でこう答えました。入られた家が我が家でよかった。たまたま自分の家はそのお金がなくてもなんとか生活ができるし、またたまたま誰もいない時の空き巣だった。もし人がいたり子供がいる時だったらどういうことになっていたかわからない。空き巣に入った人がそのお金を持って帰ったことで、他の家が被害者にならなくて済んだ。そのことを考えたとき、我が家のお金でよかったのではないかと思える。普通だったら、自分は不運でついてないと思うところですが、その方はその出来事を肯定的に考えていらっしゃいました。良かったと思えることを探し出すような日常生活が組み立てられている。多分その方は障害児というものをいただくことによって、そういう見方ができるようになったのではないかと思います。空き巣に入られた時、もし家族が家にいたり、あるいは帰ってきたところで鉢合わせになり、居直り強盗となって危害を加えられた可能性だってあるのです。そう考えると、たまたま誰もいない状況でお金を盗まれて済んだことは不幸中の幸いだったということになります。その方はこうも言いました。その盗んだ人がとりあえずその30万円で1ヶ月か2ヶ月か生活をしてくれたらいいと思います。その間は他の人の家に入らないでくれたらいいと思います、と。盗まれたことを決して恨んでも呪ってもいないのでした。どこかで誰かがお金を盗まれなくてよかった、自分のところでよかった思える人だったのです。自分の中に苦しさや辛さ、嫌悪感や後味の悪さというものが残った時に、それを克服する方法として、こういう考え方をすれば克服できますよ、ということを私は言いたいのです。こういうふうに考えられる人間になりなさいという意味ではなく、こういうふうに考えることで楽になります、楽しくなります、
という方法論として、このことを書きました。